本日はどうもありがとうございます。このような機会いただきましてですね。で、まあ、普段は大阪の大学で歴史や文化を教えておりますけれども、まあ、昌平塾 の、 講師の方々があまり話さないかもしれないテーマで今日はね、お呼びさせていただきました。国史上最大の危機の一つ、まあ、危機はたくさんありましたけど、そのうちの一つの事件、事象から800年というテーマでお話しさせていただきます。で、私がですね、大学でもそうですが、各地いろんな機会にですね、歴史の話をさせていただくときは、やっぱり国防あるいは歴史、まあ、歴史イコール国防の歴史みたいなもんなんですけど、それのやっぱり連続性ですね、それをお伝えさせていただいております。例えば大東亜戦争のことを語ったときに、これがヘイトスピーチだとかね、隣国に対してそういうふうな言い方をする人いるんですが、別に靖国神社に押し詰まりになる護衛令方は中国朝鮮が嫌いだから戦争したわけじゃないわけですよね。2600年の歴史を背負って、その間ずっと受け継がれてきた日本という国、まあ、場合によってはそれかさらにプラスアルファされた土地も守るために、まあ、命を落として戦場に帰ったわけであります。で、それは当然ね、他の時代も一緒でした。皆様ご存知の幕末という国難がありましたけど、幕末の志士たちもそういう歴史を受け止めてこそですね、あれだけの命がけの戦いをできたわけでございます。そして例えば幕末の志士たちのああいう、まあ、今からは想像もできないような命がけの戦いをするような方々は、いきなりああいう人はパッと現れたわけじゃなくて、こういう人になりたい、こういう人のように国家に尽くしたいというやっぱりモデルもあったわけで、例えばその一人が、まあ、楠木正成という方がね、歴史上有名かと思いますけれども、で楠木正成公がお仕えした第96代後醍醐天皇、この後醍醐天皇の政治が教科書ではですね、まあ、今建武の新政とか書いてますが、まあ、建武中興、ね、元々の言い方は、元々の流れに戻す、元々の流れで重要な部分をもう一回復活させると、そういう意味で書かれてたわけです。でところが今は、まあ、後醍醐天皇の描き方といえば、なんか武家社会の常識を踏みにじって勝手な政治をやったから引きずり下ろされちゃったみたいな書かれ方をしてるわけですが、まあまあ、ここにいらっしゃる方はそうは思わないとは思うんですけれども、この後醍醐天皇あるいは楠木正成公のことが書かれている太平記というね、書物が皆さんご存じだと思うんですが、太平記で後醍醐天皇が鎌倉幕府はとんでもないと言って兵を挙げたっていう話が当然出てくるわけですけど、その一番最初の部分に何が書いてあるかということですね。後醍醐天皇だってなんか自分が個人的に鎌倉幕府ムカつくからやっつけろとかそんなこと言ったわけじゃないんですよ。鎌倉幕府というのはね、ある事件以降ずっと日本の国体、日本の皇室を危うくしてきた存在、これがもう本当に限界に達してるから、後醍醐天皇本来は平和で人の命も守らなきゃいけない、こうね、天皇というお立場でありながら、あえて兵を挙げられたということが書かれているわけですが、その事件が、この承久の変ということでございますね。これが太平記の冒頭に出てくるわけです。で、これ令和3年、今年が承久の変から800年という節目で、まあ、実はそちらに矢野さんがいらっしゃいますけれども、少し前にですね、夕刊フジでちょっと承久の変の連載をさせていただいて、夕刊フジ読者はびっくりして、承久の変って何でこの話が出てくるんだって思ったみたいですけれども、承久の変はね、一応ね、800年の節目の前に、まあ、テレビでよく出てはる有名な学者の方々がこうやってね、本書いてるんですよ。でもこういう本は皆さん読む必要ありません、あえて言いますけど、なぜかというと、結局後醍醐天皇が後鳥羽上皇、承久の変のね、後鳥羽上皇が鎌倉幕府と権力争いをしたとか、そういう書き方しかしてないですが、そもそも皆さん鎌倉幕府、鎌倉時代っていうのがどういう時代だったかっていうのをちょっとね、まあ、すみません、歴史の授業みたいに申し訳ないんですけども、まあ、これを節目にということね、これを機会にということで、お話しさせていただきますと、初代将軍源頼朝というのは誰でも知っていると思います。ただね、日本の教科書の一つの問題点がありまして、まあ、ここに自由者の方々がいらっしゃるので、まあ、一般的にお話しさせていただきますと、初代将軍が源頼朝っていうのはどの教科書にも書いてますよね。じゃあ鎌倉時代が始まった時の天皇は誰かっていうと、これ教科書にほとんど書いてないんですよ。まあ、書いてあっても目立たない。誰だったかというと、それこそが後鳥羽天皇であらされたわけですね。だからこれが後に承久の変の時に挙兵される後鳥羽天皇なわけですけど、5歳で即位されました。まあ、大変な、ね、苦境の中で即位されたわけですが、何が苦境かというとですね、後鳥羽天皇が即位された時、もう一人天皇がいらっしゃったんですよ。どういう天皇がいらっしゃったか、安徳天皇がいらっしゃったんですね。安徳天皇、皆さんご存知でしょ、平家物語とかでね、平家の都を陥れ、平家が源氏に負けて京都から西へと逃げていく時に一緒に伴われて、まあ、安徳天皇を奉じた兵士が西へと、まあ、逃れていって、最後下関
のね、関門海峡の壇ノ浦の戦いで平家が滅亡しましたということで、じゃあそれまではどうしてたのかというと、まあ、ある意味ではこのお二方が並び立ってるかのような状況だったということになるわけですけれども、でこの時に問題になったのはあれですよね、三種の神器ね。年齢によってはこっちの方を思い浮かべる方もいるかもしれませんけど、こっちの本当の方ですね、本当の方の鏡、剣、勾玉の三種の神器の話なんですが、この三種の神器を持っていっちゃったわけですよ、平家の方が。だからその三種の神器がない状態で後鳥羽天皇は変則的に即位遊ばされた。だから日本の国の価値を自分の即位によって歪めてしまったんじゃないかというね、そういうコンプレックスを持ちのままで、しかし鎌倉時代になって武家社会になっても天皇のお立場を守りながらやっていかなければならない、そういうお立場の天皇であらされたわけですね。でさて、ところがですよ、この将軍の補佐役だった皆さんご存じ北条時政という、まあ、源頼朝の奥さんのお父さんなんですが、この方がだんだんと権力をこう、ね、増大させていって源、まあ、あまり陰謀論は言いませんが、源頼朝もなんかよく分かんない死に方したし、その息子の二代将軍頼家も時政にね、なんかお寺に閉じ込められてそのまま殺されてしまったって、とんでもないことになっていくわけですね。でさらにその次の将軍もこの弟さん、これ弟なんですけどね、で、この頼家の息子の公暁というのが、お父さん殺したのは実はこの弟の弟がやったんでとか言ってこういろいろ吹き込まれて甥っ子に殺されちゃうとね、そういうふうなことになっちゃうわけですよ。でこういうひどいことをしてきた北条時政をさらに追放したのがその北条時政の息子の北条義時なわけですよね。だからこういう権力闘争でとんでもない人がとんでもない人をまたやっつけるとかね、そういうふうなひどい政治の状況。ところが来年の大河ドラマがね、この大河ドラマの主人公なので多分この人すごい美化して書かれてると思うんですよね。大河ドラマ太平記の時の真田広之扮するあれ足利尊氏みたいに、足利尊氏ね、逆賊なんですけど、なんか正義のスーパーヒーローみたいに書かれてましたからね、私が小学校5年生の時の大河ドラマでしたけれども。で何が重要かというとですね、鎌倉時代になって武家の世の中になると御家人が幕府に対して奉公する、つまりなんかこう役に立つように戦ったり頑張ったりして、それに対して御恩ということで土地を与える、土地を、まあ、支配を許可すると、そういうふうな御恩と奉公という関係、これが教科書に書いてあるから、まあ、当たり前だと思うちゃいますよね、教科書を読んでると。でも久野少年はね、20年ぐらい、30年ぐらい前に10歳ぐらいの時にね、ちょっと疑問に思ったわけですよ。まあ御恩と奉公は分かったんだけど、じゃあ鎌倉時代が始まる前は日本人って国を守ってなかったんですか？守ってたんですよね。つまり御恩がなくても日本人は先守りとか言って国をしっかり守ってたんですよ、身を挺して。ところが幕府が実権を握るときに、そういう朝廷から求心力をひっぺかすために、いや朝廷の方が権威があるかもしれないけれども、お前ら得をしたかったら、土地をもらいたかったら、ちょっと幕府の方につきなさいと、幕府に従いなさいっていうふうに、こう求心力を武家政権へと寄せてきて、それで武家政権ですね、鎌倉幕府 のそういう権力基盤が高まっていくという、そういうことがあったわけです。まあそれいい面も悪い面もあるんですけれども、今から言う上級の辺では悪い面が出てしまうわけですよね。でこの後鳥羽上皇なんですが、後鳥羽上皇がやっぱりそういう天皇によって任命される歴代将軍が次々殺されたり、なんかわけわからん死に方をしていって、天皇から見たら家来の家来に過ぎない北条家やその他の御家人が政治を勝手気ままにすると、それはおかしいということで、王子であらせられた次の土帝上皇、順徳上皇とともにですね、まあ、この順徳上皇もこの中行天皇に上位をした上で挙兵するわけですが、まあ、上級の変、まあ、上級の乱ってこういう業者書いてるんですけれども、まあやっぱり上級の変が昔からの本来の言い方なんですね。だって今の大体の教科書には後鳥羽上皇が承久の乱を起こしたとか書いてあるから、承久の乱って書いちゃったら天皇が家来の家来に過ぎない北条家に反乱を起こしたみたいなおかしな構図になっちゃいますから、それ本来まずいわけですけれども、まあ今の教科書、ほとんどの教科書会社はそれをおかしいと思ってないわけです。まあ承久の変の時にも、まあこれは細かくは言いませんけども、こういうふうな、まあいわゆる太平記に出てくる楠木正成とか新田義貞とか北畑慶家の方々みたいな中心たちがいたわけですが、そういう方々に支えられる形で、まあ最初やぶさめぞろえということで、やぶさめって分かりますよね、馬を走りながらこう弓を射るって、ね、やぶさめをやるから、それをできるような、まあ、屈強の武士と馬を集めようという命令が下って、まあ今城南宮ってあるんですけど、城南離宮にそれが集められて、それで兵隊さんがいっぱい集まるから、そこから挙兵するということになるわけです。でこの直後に早速ね、鎌倉幕府、鎌倉に上皇が兵を挙げられたっていう知らせが届いて、で当然天皇がお怒りであると、皇室がお怒りであるとね、
天皇によって将軍が任命されて、その将軍を補佐するのが北条家ですから、主君の主君にあたる天皇上皇がお怒りだということは、これはもう降参するしかないんじゃないかと、みんなどうしようってなった時に、あのこの子じゃない、北条政子が出てくるわけですよね。まあ、北条政子さんが、皆さんご存知、あの吾妻鏡によると、まあ、ちょっと時間がないからもう端折りますけど、吾妻鏡によるとですね、まあ、あのこれ原文がこんな感じなんですけれども、つまりあの皆さんがね、あるいは皆さんが天皇にビビって、なんか向こうにこう降参しようとするような気持ちが分かるんだけれども、でもみんなは鎌倉幕府ができるまでは、武家政権になるまでは、お公家さんの奴隷みたいな存在で踏みにじられて、ね、もう本当にそれで帰ったらまた奥さんに尻に敷かれてたような、もう本当にアホみたいな立場だったでしょ。それが鎌倉幕府ができて、なんか頼朝さんがこうちゃんとご褒美をくれて、土地をくれて、お金をくれて、で帰ったらやっと奥さんも機嫌直してくれてね、あのその尻に敷かれるような状況が脱却できたんじゃないのかと。あなた方その鎌倉幕府ね、源氏将軍に対する恩忘れたのかっていうわーっとこうけしかけられて、で、まあ、仕方なくというか、まあ、そこまで言われては鎌倉幕府にあの、ね、味方をすると、まあ、ちょっとビビったのもあるかもしれませんけど、鎌倉幕府に就いた方がまたお金もらえるから得だとかね、そういう利害関係でみんな幕府方にほとんど就いちゃったわけですよ。で結局幕府側は19万騎という大軍になって、わずか2万騎余りの、まあ、上皇方の軍を圧倒して、ついに戦はこう体制が決するわけですけれども、で敗れた上皇側がどうなったかというと、後鳥羽上皇は、まあ、沖に身を寄せられました。これをね、これもほとんどの教科書は流罪とか入るとか言うんですけど、まあ、とんでもない表現ですね、天皇に対して。まあ、戦前の教科書では先行、あえて大釣りになったと、そういう表現を使ってました。で大釣りになった沖のね、大釣りの先で、まあ、残念ながらそのうちで崩御されるわけですけれども、で、そちらに、まあ、天皇御陵が営まれました。で御陵の横に天その後鳥羽上皇を神様として祀る沖神社が明治時代になって、まあ、立派に建てられたわけでございます。実は沖今年まで行ったことがなかったんで、あの6月に行ってきました、はい、初めて行ったんですけどね、これまで行こうとしてもなんか急に嵐が起こったりとかして船渡れなかったんですけれどもね、やっと行く機会がありましたということで、で こちらの、まあ、大きな人には悪いんですけど、ちょっともう外れの方にあの、ね、あの御霊がいるままだと申し訳ないというんで、もともとの利休のあった水瀬利休のところに御霊を、まあ、お戻しして、大阪の下本城に今水瀬神宮という、これ寛平大社ですかね、こういうのが建っております。で、順徳上皇、これは、後鳥羽上皇の次の天皇ですけど、順徳上皇はこれ佐渡に、ね、ご専攻されました、まあ、流罪になったという表現でよく書かれるんですが、で同じく佐渡でそのまま崩御されたので、順徳上皇を祀りする間の宮という神社もこれ佐渡にあります、佐渡ヶ島にちょっと離れの方にあるわけですね。でその間の天皇である対馬上皇は、この方は幕府に対して挙兵に対して消極的だったので、幕府もまあ特にお咎めがなかったんですが、お父さんも弟も流罪みたいになっちゃってるから、自分は安穏と京都にいるわけにいかないということで、土佐にね自らお移りになれた、まあ、ところが土佐は遠くて申し訳ないで、高知の人には失礼ですけどね、土佐は遠くて申し訳ないということで、幕府の意向で阿波徳島に、まあちょっと近いところにお移りいただいて、でそこで崩御されたと。結局京都から遠方で皆さん崩御されたわけですね。でそこに仮想塚、まあ、あの塚が営まれて、その横に阿波神社というのは建てられたわけですが、まあ、やっぱり天皇であらされた方々がこういうふうに流罪同然にあのお移りされるということで、本当にこれ大変な事件だったわけですよ。で、だからこんなことは二度とあっちゃいけないとね、後世の心ある日本人が思ったのは当然のことなんですが、でそれプラスで言いますと、さっき出てきた、まあ、あまり今の教科書ではほとんど出てこない、こういうちょっと、まあ、あまり有名じゃない忠臣たち、後鳥羽天皇をされた忠臣たちは皆さん戦の後捕まって全員処刑されます。しかも鎌倉へ護送されるはずが、別々に鎌倉に護送されることになって、その護送中にそれぞれ別の場所で、まあ、あの非公式にリンチで処刑されるというね、悲惨な目に遭ってるんですが、この悲惨な死にかあの亡くなり方をした中心たちを祭り 5名お祭りする神社が、静岡県御殿場市にあります。これ相沢神社って言うんですけどね。で相沢神社にはこ あのお祭りされている方々 の塚もあるんですけれども、で令和の世の中との関係で言えば、なんとですね、この皆さんあまり行ったことないでしょ、なんか毎日行く人がいたらいないですね、靖国神社毎日行く人はいるかもしれませんけど、これなかなか知られてない神社なんですが、ここに実はですね、昭和55年、ちょうど私が生まれた年ですけれども、当時の広宮殿下ですよ、ね、
が、そこらにご参拝されてるんです。まだ皇太子ですらない時ですよね。今の金城陛下がご参拝されてる。こちらの方に旅行で来られた時に、なんかわからないけど、ここに参拝しようという話になって参拝されたということで、まあ、やっぱり皇室の方が分かってらっしゃったんだろうなと思って、で、まあ、これは非公式に建てられたんですけどね、地元の方がこういう、まあ、記念の日を建てたということを聞いて、まあ、ちょっとさっきの勇敢夫人にも書かせていただいたんですが、で、これで最後なんですけどもね、で、こういうふうな、事件だったんですが、まあ、今上級の辺でもみんなあまり知られてないんですが、やっぱり戦前まではこういうことを知って、こういうことを認識して、こういうことをないように、あるいはこういうことが起こったらどうしなきゃいけないかということを歴史の知恵教訓として受け取って、まあ、行動していたことは想像に難くないわけでして、で、後鳥羽上皇は、18歳で上位、自分の王子に上位されて、その10年後ぐらいに読まれた御叙があるんですね、有名な。奥山の踊るが下も踏み分けて道あるゆずと人に知らせんと。踊るっていうのは草、枝が絡まり合ってるぐらいの意味なんですけれども、そういうぐちゃぐちゃの政治の状況の中でも本来の日本の正しい政治の道がこうなんだということを知らせなきゃいけないと。で、人に知らせるって、この人ですね、この人っていうのは当時の生きてた日本人、鎌倉時代の日本人だけじゃないはずなんですね。これは後世も含めた日本人、日本民族に伝え続けなきゃいけないと、そういう強いご意志が本来は読み取れる歌だと思います。で、それを受け取ったのが、ね、後醍醐天皇であり、後々の 幕末の志士たちであり、まあ、場合によっては明治天皇、さらには金城陛下だったんではないでしょうかというふうに私は思っているわけですけれども、まあ、それを考えるとですね、上級の変、まあ、オリンピックの時もちょっとスタモンダしますけど、上級の変から800年っていう節目に、やっぱりあまり上級の変が思い出されてないっていうこと、例えば歴史系の学会でそういうシンポジウムとかまずないですからね、うちの日本国史学会だけやったんですけども、で、そういう意味で言えば、今の我々にはその800年前からの、ね、歴史的なメッセージが聞こえているかどうかって、それをね、やっぱりこの節目の年に自問自答したいなということ、それと私が大学院時代に、ね、まあ、ご指導いただいた教授が常に言ってました、日本の歴史を見たときに、長く見たときにですね、うまい政治と正しい政治は決して違うんだとね、つまり足利尊氏はさっきの北条義時がやったのは、お金をばらまいて武士をこっちに引き寄せるうまい政治だったかもしれない。でもそれで国の形、国体が壊されかけた。もしかしたら復旧できなかったかもしれないところまで行きかけたところを、心ある人たちがまた戻してって、そうやっぱり繰り返し、そういう時にやっぱり正しい政治が何かっていうのを今の世の中でも常に日本人がしっかりと考えていっていかないといけないのかなということを上級の編は教えてくれると思います。ちょっとしみったりな話で申し訳なかったんですが、まあ、今回の話とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。